7月、夏の青空の下、ついに始まります、サッカーどころ静岡の県大会。果たして今年栄光の全国大会代表権を獲得するのはどの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといっても昨年度代表南葛中でしょう。南葛中キャプテン大空翼くんが入学以来、未だ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは実に昨年一昨年と全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあ、いよいよ開会式です。優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗今年は俺たちがもらうからな。け、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな、俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか、受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。必ずあんたを倒してみせるからな。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾の大友カルテットを中心に守りを固め、フォワードの新田がゴールを量産するサッカーでトーナメントを勝ち上がった。そして決勝戦、いよいよ両者が激突する日が来た。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして100メートルを11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だが、その守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい。監督、今日は俺をディフェンシブハーフ、ボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、わかった。翼の作戦で行こう。みんな、異議はないな。は、はい、はい。みんな、大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。はっ。この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ、見てろよ大空翼、勝つのは俺たちだ。さあ、ついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームとも
スターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。木杉、滝、伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの1年打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。ああ。さて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。試合開始。俺はこの時を待ってたんだ。来い、ニッタ。岸田君、ボールダッシュ成功。翼くん、ここは抜かせません。翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい、抜ける隙がなかった。これは通る。翼、感づいたか。森崎くん、これはキャッチできない。伊沢、新田くん、ボールの狙いも届かない。浦部くん、激しいタックル。翼くん、タックルを決めた。ボールは友達、渡しません。得意のヒールリフトで抜いた。翼くん、お箱のヒールリフトだ。連続突破で見せます。翼くん、ヒールリフトシュートでゴールを狙う。これは反応しているぞ。あー、弾きます。こぼれ球をものにした。翼くん、引っ張ってシュートを放った。ここだ。伊佐藤くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。吉川くん、ここはクリアだ。攻撃のスイッチを入れてくるか。伊佐藤くん、激しいタックル。岩見くん、ここはパスを出した。翼くん、お箱のヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いた。しまった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。必殺のシュートでゴールを狙う。それボールと真っ向勝負。決まった。ここあれを決めなくちゃ男じゃない。浦部くん、素早く横にかわす。ここから長い距離の来い。翼先輩、俺の力を見せてやれ。くらえ。くそだ。さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらボールに触れ得点を許さなかった。やるな、ニッタ。何？俺は嬉しい。久々に
俺を熱くさせる男に巡り会えて。大友、コーナーからどう狙ってくるか、どちらが先に触れるか、このセンタリングをものにできるか。森崎くん、これはキャッチできない。さあ、ボールを抑えた。平岡くん、ここは抜かせません。このセンタリングをものにできるか。南葛、ゴール前からどう展開していくか。翼くん、お箱のヒールリフトだ。これは南米式のドリブルだ。ヤースが決まった。岩見くん、激しいタックル。杉くん、素早く横にかわす。次々にかわしていく。南葛、ここは全力のプレーで勝利を支えてるんだ。一郎くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。いけ。岩見くん、タックルも決めた。そら、浦部くん、ここで奪った。木杉くん、ここは抜かせません。かわして振り切った。長野くん、連続突破で見せます。このセンタリングをものにできるか。一郎くん、それかわして振り切った。岩見くん、パスを出します。かわして振り切った。木杉くん、一発のシュートを放った。キーパー反応できない。木杉くん、決めてやったぜ。ロングボールを送る。このパスをトラップ。パスを回す。あーっと決まった。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。タキ君、次々にかわしていく。渾身のシュート。中山君、これをブロックに行く。身を挺してシュートを防いだ。一条君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。ここはパスを出した。そら、かわして振り切った。岩見くん、敵陣を切り裂く。吉川くん、激しいタックル。はっ、新田くん、パスを回す。中尾くん、センターラインを越えて攻め込む。ここは抜かせません。平岡くん、素早く横にかわす。中尾くん、ロングパスを受けます。翼くん、激しいタックル。伊沢、伊沢くん、素早くつなぎます。ここでスルーパス。そら、それ木杉くん、横にかわして突破。またとぶつかっていった。それ岸田くん、ここはパスを出した。新田くん、鋭いドリブルで抜き去る。さあ、ボールと真っ向勝負。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。木杉くん、ダイレクトでパス。それ、タキくん、素早く横に通す。敵陣を切り裂く。それ、タキくん、センターラインを越えて攻め込む。あっ、かわした。西尾くん、タックルを決めた。横にかわして突破。新田くん、ロングパスを受けます。センターラインを越えて攻め込む。さあ、ゴール前です。新田くん、シュートだ。このボールをつなげられるか。ここで奪った。体ごとぶつかっていった。横をすり抜けた。タッチくん、敵陣を切り裂く。シュート。一条くん、これはキャッチできない。西尾くん、こぼれ球をキープ。カバンが取った。チャージが決まった。キスギくん、パスを回す。吉川くん、ボールダッシュ成功。西尾くん、パスを出します。ここは抜かせません。パスを出します。ここでチャンスを潰します。中山くん、ボールを蹴り出します。チャージが決まった。それ狙いすましたパスを送る。このスルーパスは通るか。木杉くん、バランスで強烈なシュート。一条くん、横に飛んだ。滝くん、センタリングを上げた。中山くん、ここで止めた。チャージが決まった。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。
を貯めて強烈なシュート。この葉のように舞う。あー、弾きます。さあ、ボールを抑えた。チャージが決まった。南葛、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。あー、弾きます。ブタメ君、ここはクリアだ。ここで前半終了。県大会決勝は前年度チャンピオン南葛中が大友中をリードして折り返しです。よし、みんなご苦労だった。ほら、マネージャーが作ってくれたレモンの輪切りの砂糖と蜂蜜漬けだ。みんないただけ。はい。こりゃありがてえ。さあ、後半もこの調子でいけよう。くそ、リードを許すなんて。俺がもっと頑張れば。焦るな、ニッタ。うちは俺たちが守り、お前が得点する。これしかないんだからな。はい。チームが勝てるかどうかは俺の得点にかかってるけど、今の俺の力じゃ自力で翼先輩を抜くのは無理だ。じゃあどうすればいい？俺のスピードなら一瞬はマークを外せる。そしてパスを受けたら、いや、それじゃ間に合わないんだ。ならばノートラップで行くしかない。でも今の俺にそんなテクニックが。おい、ニッタ、時間だ、行くぞ。はい。とにかくやるしかない。やるしか。キックオフで後半スタート。タダミ君、ロングパスを受けます。長野君、激しいタックル。滝君、素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。あっと、奪い返した。ていた。キスギ君、スペースにパスを出した。どうだ、かわして振り切った。長野君、スペースにパスを出した。チャージが決まった。キスギ君、ここは抜かせません。大友、これは攻守の連携を一段と高めてきました。キスギ君、ボールダッシュ成功。ワンタッチで送る。素早くつなぎます。キスギ君、岸田君、このパスをカットします。チャージが決まった。それ、小田野君、素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。田上君、素早く横にかわす。翼君、ここは抜かせません。かわして振り切った。中山君、ボールダッシュ成功。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。田上君、横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。滝君、スルーパスを狙う。中山君、おっと、攻守交代だ。守備陣の隙間を狙う。かわして振り切った。このタックルは不発に終わります。滝君、豪快にシュート。一条君、これはキャッチできない。ここで止めた。ここは抜かせません。ボールを奪った。ニッタ、ニッタ君、ロングパスを受けます。ドリブルで突破。はっ、ドリブルでボールを運ぶ。ニッタ君、スピードでかわす。小田君、スルーパスを狙う。いざま、体ごとぶつかっていった。パス、これは通るか。このタイミングだ。これはノートラップランニングボレー。このシュートは枠を。おいおい、お前は翼じゃねえんだぞ。そんな高度な技10年早いって。わかってる、俺だってそんなことは百も承知よ。で
もこれが南葛に翼に勝つにはこれが必要なんだ。浦部どういうことだ。新田のやつ練習したこともないあんな高度な技を。わからん。でも俺たちは奴にパスを送る。それしかないんだ。浦部ゴールキックから再開です。よし横にかわして突破。止められない。タキ激しいタックル。このパスは通れない。ここはパスを出せ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。このヒールリフトだ。翼くん、シュートを放った。一条くん、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを抑えた。中尾くん、パスを出します。このパスを獲得します。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ここからシュートに持っていく。翼くん、豪快にシュート。あっと、これを弾いた。頭とぶつかっていった。西尾くん、素早く横にかわす。伊沢くん、素早く足を振り抜きシュート。これを正面から抑えに行く。懸命に勝ち出した。西尾くん、ここはパスを出した。ここは抜かせません。浦部くん、ここで止めた。ここから長い距離のパスを狙う。新田くん、ボールを奪った。シュートまで持ち込めるか。ありがとうございます。そこまでも捉えるか。あっ、防いだ。小田くん、ここはパスを出した。伊沢、このタッチ最後まで新田にパスを。抜かせません。大きくここしかない。新田くん、ノートラップランニングボレー。シュートシュート高杉くん。新田のこのシュート、さっきよりタイミングが合っている。このままではまずいぞ。南葛ゴールキックで仕切り直します。よし、お箱のヒールリフトだ。浦部くん、ボールを奪うことができません。得意のヒールリフトで抜いた。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。豪快にシュート。渾身のシュート。中山くん、このボールに立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。岸田くん、渾身の今度こそ行け。決まった。キーパー森崎くん、そして南葛ディフェンダー、一歩も動けず。できた。やった、ついに完成したぞ。ノートラップランニングボレー、はやぶさシュート。あの野郎、とうとうやりやがった。新田、お前というやつはよくやったぞ。新田、横にかわす。ボールダッシュ成功。木杉君、激しいタックル。なんかここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。かわして振り切った。タック君、必殺のシュートを放った。ここだ。さあ、ボールと真っ向勝負。あっと、そのまま押し込んだ。木杉君、激しいタックル。タック君、横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。連続突破で見せます。ここから一気に攻め込みたいところ。滝くん、クロスを上げた。余裕、ここで激突。空高くで火花を散らす。中山くん、ボールを蹴り出した。うら、でかい。
任せるか。奪い返した。タッチ杉君狙いつけた。パスを送る。岩見君激しいタックル。滝君ゴール前に上げた。両者激しく激突。空中での激突だ。あっとこれは相打ち。浦部君ここで奪った。ドリブルでボールを運ぶ。翼君今度はシュート。これを止めるのは厳しいか。ゴール隅に決まった。必殺のシュートで俺は世界一のサッカー選手になるんだ。ぶつかっていった。浦部君ボールを奪った。大友これは攻守の連携を一段と高めてきました。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。かわして振り切った。ここは抜かせません。前線の味方にロングパス。高杉君素早くつなぎます。かわして振り切った。ここからセンタリング。岩見君センタリングに合わせ空高くで火花を散らす。西尾君ボールを蹴り出した。任せるか。君ここは抜かせません。やったぞ。すり抜けた。ここからセンタリング。滝君クロスに合わせに行く。一条君ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。長野君ものすごい決まった。ここで試合終了。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝は3年連続南葛中学に決定しました。南葛に互角の戦いを挑んだ大友中ですが健闘及ばずついに力尽きました。よし、次は全国制覇だ。すまなかったな、ニッタ。俺たちの責任だ。いえ、先輩たちのせいじゃありませんよ。やっぱりこの試合、俺は大空翼に負けたんです。でも、この試合で俺は決めたぜ。これからは、俺の目標は翼先輩、あんたに追いつき追い越すことだ。南葛は強い。ここまで見に来た甲斐があったの。はい。しかしその南葛を倒すのはこのわしら隊。はい。お、あんたは誰たい。私は全日本サッカー協会の片桐というものだ。君たちは今年の全国大会長崎県代表平戸中学の慈瞳博志君と佐野充君だね。そうか、わしらのこともチェック済みか。小学生時代は翼にもライバルがいたが、この2年で翼の実力は彼らをはるかに置き去りにしてしまった。だが今日翼は荒削りながら未知の力を秘めた新田という男に出会った。それを一番喜んでいるのは翼自身だろう。翼がより成長するためには新田のような新たなライバルが必要なんだ。そういう意味では慈瞳君、君にも期待しているよ。あんたのお望み通り、南葛中の V3 わしらが阻んでやるたい。石崎、浦部、負けたぜ。やっぱり南葛は強かった。約束通り
何でも言うこと聞いてやるぜ。何なりと命令しろよ。いいよ浦部、あれはなかったことにしようぜ。そうはいくかよ、男同士の約束じゃねえか。よし、じゃあ全国大会に行く俺たちを応援してくれ。え、本当にそれだけでいいのか。ああ。よし、こうなりゃ目いっぱい応援してやるぜ。その代わり負けんじゃねえぞ、俺たち静岡の代表なんだからな。おう翼、俺たちも頑張ってはみたんだが、やっぱりお前にはかなわなかったぜ。全国大会でも優勝しろよ翼。負けたら承知しねえぜ翼先輩。みんな、うん、絶対優勝するよ。ではこれから優勝した南葛のキャプテンの大空翼くんに話を聞いてみましょう。翼くん、優勝おめでとう。ありがとうございます。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか？対戦してみたい選手ですか。今一番戦ってみたい選手は三崎太郎くんです。三崎太郎くん。三崎くんというと、小学生時代翼くんのパートナーとしてコンビを組んでいた、あの。はい、そうです。一説によると、全日本少年サッカー大会以来全くサッカー界に姿を見せていないため、あの決勝で痛めた足の怪我で再起不能になったんではないかという噂もありますが。いや、あの三崎くんに限ってそんなことはありません。きっとどこかでサッカーを続けているはずです。きっと。大空翼、久しぶりに見たが、また成長しているな。三上さん、ドイツでの研修お疲れ様でした。ああ、片桐君、久しぶりだね。ドイツ留学中の若林君はどうでしたか？相変わらず頑張っているよ。ハイレベルなプロ選手の中で揉まれながらメキメキと力をつけている。もうわしのコーチがなくとも大丈夫だろう。そうですか。となるとあとは翼の永遠のパートナー三崎太郎だな。しかし彼は小学校以来まるで消息がつかめていない。三崎のお父さんは画家で、小学校の時は転校を繰り返していたと聞く。彼がサッカーをやめるはずはない。しかし彼ほどの選手が話題にならないはずもない。となると、あるいは。はい、もしもし。なんだって。南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表富良野中。誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールポストをも利用した空中アクロバットサッカーを得意とし、チームの得点の 90% を叩き出す双子の中心選手立花兄弟を擁する秋田県代表花輪中。全国屈指のゴールキーパー中西を擁し、3年連続全国大会出場を目指したなにわ中を激闘の末に破った大阪の新鋭東一中。そして東京では、さあ東京都大会決勝もいよいよ後半戦終盤に差し掛かろうかというところ。前半に中学ナンバーワンストライカーの呼び声高い全国大会2年連続得点王の東邦学園日向君が
ハットトリックを達成。対する武蔵中、小学生全国大会で活躍しながらも過去2年間持病の心臓病治療のためにサッカーを封印してきた天才プレーヤー、三杉淳君が途中出場しフィールドに復帰。1試合に30分という制限時間はあるものの、ブランクを感じさせない見事な活躍。今大会無失点だった中学生ナンバーワンゴールキーパーの若島津君から一人で2点を奪いました。そしてここでついに両チームのエースが激突だ。勝つのは俺だ。俺はもう翼に負けたくないんだ。負けるか。僕は2年間厳しいリハビリに耐えてこの3年目にかけてきたんだ。全国大会にも行けず、翼くんにも会えず、こんなところで消えてたまるか。抜け。止め。何。おっと、どうした三杉くん、急に倒れ込んだ。そして日向くんの足元からボールがこぼれた。三杉くん、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス。なんという執念。行くぞみんな。これは三杉さんが作ったチャンス。命がけで作ったチャンスだ。必ず得点に結びつけるんだ。三杉くんの執念が乗り移ったかのような武蔵中フォワードの素早いパス回し、東方のディフェンスを翻弄する。ここだ、任せだぞ本間。一ノ瀬くんからのラストパス、これは決定的な形。本間くんと若島津くん1対1だ。若島津くん懸命に飛び出す。もらった。お前らに3点目はやらん。何これは止めました。若島津くん、武蔵の執念の攻撃を若島津くんのゴールを守る執念が上回った。そんな、三杉さん、僕は大丈夫だ。みんな、得点は。すみません。そうか。三杉くん、ここでついに交代です。そして、あっと、ここで試合終了。武蔵中、まさに命がけの三杉くんのプレーも東邦学園についに及ばず、東邦学園3年連続全国大会出場を決定。2年連続決勝で敗れた南葛中に今年こそ借りを返しに行きます。小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。あのどなたですか。ここは選手か関係者以外は。キラ監督。え、キャプテンや俺、タケシも小学生の時の監督だ。小次郎、さっきお前は倒れた三杉に恩情をかけたな。え、だが昔のお前はそんな男ではなかった。一度グラウンドに出たら勝つために優しさを捨て、厳しさだけを持って試合に臨んでいた。昔のお前なら、あの時三杉の心臓を蹴破ってでもゴールを目指したはずだ。父親を事故で亡くし、家計を助けるために働きながら厳しい練習をしていたお前、そんな逆境にありながら必死にサッカーに頑張るお前をチームのみんなは慕いついていっていた。だが東邦学園に入り、
サッカーだけに打ち込めるようになると、あの頃のハングリー精神を失い、小学生の時のような燃える闘志の炎が消えてしまった。今のお前は牙の抜け落ちた檻の中の虎よ。そのままではたけしや若島津、他のチームメイトもお前についていかなくなり、ついには成長を続ける大空翼にも手が届かなくなるぞ。わしは今沖縄でサッカースクールを開いている。これ以上大空翼に負けたくないのなら、いつでも訪ねてこい。牙の抜けた虎、消えた闘志。キャプテン日向さん。それ ダメだ、ボールが浮いてしまう。翼、ロングシュートはドライブをかけて打て。このシュートができなければ一流にはなれないぞ。新しいロングシュート、ドライブシュートでも、ロベルト、これは難しいよ。どうやってボールにドライブ回転をかけるのか全然わからないんだ。このロベルトが残していってくれたノートだけじゃなくて、ロベルトがそばで見本を見せて教えてくれればできるかもしれないけど、でも自分なりに練習するしかないね。ロベルト、来年俺はブラジルに行くよ。日本で全国制覇 V3 を成し遂げて、ブラジルに一人殴り込むんだ。もう一丁それ。監督、キャプテンが。ヒューガさんが寮のどこにもいません。どこにもいない？この大会直前にどういうことだ。多分キャプテンはキラ監督のいる沖縄に。沖縄だと？キラ構造、沖縄少年サッカースクール。ほら、どうした？その程度の練習で音を上げていては上手くなれんぞ。はい。来たか、小次郎。